インディーカーシリーズ第5戦、カンザスの予選レポートをお届けします。現地のロジャー安川選手、お疲れ様でした。お疲れ様です。今日は朝から雨で大変でしたね。そうですね。朝起きた時は雨降ってて、今日は走行無理なんじゃないかなと思ってたんですけれども、午後になって急に天気が回復して、はい、なんとか予選も行うことができました。プラクティスは1回だけだったんですよね、今回。そうですね。それも本当に急に決まって、路面も、自分も思った以上に路面が乾くのが早かったので、なんとか2時間近いプラクティスを設けることができましたね。今回はライアン・ブリスコーがですね、2番手のスコット・ディクソンに1マイル近くの差をつける212マイル台を唯一記録してポールポジションを獲得しました。今季初のポールポジションとなるわけですけれども、実際にご覧になってていかがでしたか？ブリスコーは本当に去年のホームステッドからオーバル、特に 1.5 マイルは非常に上手くなったなと思ってるんですけれども、はい、ちょうど予選のシミュレーションをやってる段階でかなりその彼一人でも単独でも速いペースで走ってるように見えたので、ポールを取って当たり前かなと思ったんですが、あれだけのスピードをつけたのはすごいですね。なるほど。2番手にはスコット・ディクソンが来ました。いよいよチップ・ガナッシュが本領発揮って感じですね。そうですね。ガナッシュはやはり 1.5 マイルを得意としているので、開幕戦から続いたロード、ストリートで、いまいちその思うような結果を残せなかったと思うので、はい、ここで今週末挽回どころかなと思ってます。そうですね。一方、日本期待の武藤秀樹は得意のオーバルで予選5位、最終的にダン・ウェルドンとマルコ・アンドレッティがペナルティを課せられてですね、明日は予選4位からスタートすることになります。そうですね。最初のプラクティスでは、予選シミュレーションを行ってなくて、ずっとレースセットに専念してたので、いまいちそのスピード自体伸びてないのかなと心配してたんですけれども、予選、ぶつけ本番で、予選セットで走っていきなりあれだけのスピードを出したんで、結構マシンの状態はいいのかなと思います。チームも去年ワンツー獲得してるんで、予選だったり、このコースでのデータにはかなり自信があるのかなと思います。わかりました。それでは今季最高位となる予選4位を獲得した武藤秀樹選手のコメントをお聞きください。予選5位、とりあえずおめでとうございますから。予選のシミュレーション全くしないで臨んだんでね、正直自分でもトップ10狙えればいいかなと思ってたんで、長い間トップ3に自分がいた時はちょっと信じられないような感じで、でも非常にいい予選だったと思います。プラクティスのスピード見たらどっから出てきたのというぐらいのスピードだったんですけど、ある意味その予選ね、シミュレーションしてないからマシンのバランスとかも未知だったと思うんだけど、最初の、ウォームアップラップとか1周目とかってかなりやっぱりルーズだったんですか？そうですね。見ていた人も分かったと思うんですけど、もうハンドルが切れない状態でかなりニュートラルな状態でした。でやっぱり予選シミュレーションしないで臨んだん でダンホースもかなり削ったし、すごく緊張しました。久しぶりの緊張感。逆に明日のレースセットの方って車、割合としたらどのぐらい出来上がってますか？正直半分ぐらいかな、5割ぐらいですかね。もっともっと時間かけてテスト本当はしたいんですけど、でもね、予選をシミュレーションしないで決勝に時間を全て当てたんで、それをうまく活かしたいです。今回そのニューマンハウスで初めてのオーバルのレースとなって、テストもまだしてなかったんだよね、オーバルでは。なんでそれが今日が初めてだったんで、やっぱり久しぶりに乗るとすごいスピード感があるし、慣れるのにちょっと時間かかりました。予選ね、その去年所属してたチーム全員上回ってどうだという気持ちは僕 そのニューマンハウスあるみたいです。僕自身はそういう気持ちないんですけど、チームはそれをかなり気にしてたみたいで、やっぱり喜んでますね。なるほど。じゃあ明日5位からのスタート、ぜひトップ3、優勝を目指して頑張ってください。そうですね、優勝当然目指す、それもあるんですけど、まずオーバル初戦ですから落ち着いてちゃんとレースしたいです。頑張ります。ありがとうございます。ということなんですけれども、これを録音した時はまだ予選5位だったんですよね。そうなんですよ。ちょうど予選直後で、予選最終からそのマルコのラインカットに関してはかなりあれはアウトじゃないかという話は出てたんですけれども、正確にはその予選1時間後ぐらいに失格だということが判明したので、あの時点ではまだ5位でしたね。なるほど、わかりました。で、一方の佐藤拓磨選手ですけれども、今回が初めてのオーバルの予選となりました。実際には KB レーシングでですね、最上位となる予選11位からスタートすることになったんですが、なんか今回はスポッターとして指名されたということなんですけれども。そうですね。前回のロングビーチのレースが終わった時に急に
チームから声がかかって、ロータスドライバーと会ったみたいなことをね、言ってたんで、ひょっとしたら会ってたのかななんていうことは思ってたんですけど、この話をしてたわけですね。はい、ちょっとした密会を行っておりました。はい。はい。で、その佐藤選手なんですけれども、安川選手から見て、どんな感じだったでしょうか。そうですね、マシンのセット自体、結構、今日はまだコンサバなので、はい、今回のレースは、その500に向けて、しっかりと完走して、オーバルレースの経験を得るということが、まあ、一番のテーマなので、そういう部分では、走り始めから、佐藤選手も無理しないで、しっかりトラフィックに入って、いろいろ学んだりしてるので、はい、明日のレース、かなり楽しみだと思いますね。はい、ではここで佐藤拓磨選手のコメントをお聞きください。今日初めての、はい、まあ、この間ルーキーテストで走ったんですけれども、初めて、まあ、全員でオーバルの走行したんですけれども、いかがでしたか。全然違いましたね。まあ、水曜日にルーキーテストで、まあ、徐々にスピード上げていって、最後はまあ単独であればもう本当に安定して走れるようになって、まあ、カンザスのオーバル自体が比較的そのダウンフォースとね、スピードとレイアウトを考えると比較的その優しいオーバルということで、まあ、意外と早い時点でフラットで全開で回れるようになったんですけど、まあ、今日午前中ちょっとね雨で、まあ、時間が少なくなっちゃったんだけど、午後プラクティス始まって、まあ、初めて、まあ、25台以上の車を走ってすごい経験になりました。もう水曜日と全然違って、結局他の車の後ろにつくと、まあ、ランキルがね発生して、そのタービュランスで、まあ、自分の車すごく不安定になるんで、まあ、そのあたりこう2台並んでったり、横に並んだり縦に並んだりっていうのを経験できただけでも、決勝に向けてだいぶイメージが膨らんだかなと思います。予選では、まあ、チームで一番トップの、明日は11時からのスタートとなるんですけれども、意外とこう予選思った以上にスピード出たかなっていう部分はありました。そうですね、まあ予選前のプラクティスの時まではまだやっぱりレースバランスをメインに、特にチームが、まあ、今回僕初めての、ね、オーバルなんで、その予選に向けてこうスピードを削っていくっていうよりも、とにかく、まあ、決勝でしっかり走れる車にしようと、まあ、そういう車作りをしてて、で、まあ、プラクティスではね結構みんな速いタイムを出してたんで、ちょっと焦りもあったんですけど、でも、まあ、予選に向けてちょっとその予選トリムっていうか、まあ、スピード上げられるってことを聞いてたので、まあ、とりあえずやってみようと。で、予選やってみるまでは自分もね何もちょっとコメントができないので、とりあえず様子見てみようって感じでしたね。初めてのオーバルレースとなるんですけれども、ズバリ明日の目標は。ロジャー君にかかってますね。そうですね、はい、まあね、今回本当ロジャー君がスポッターをやってくれるのでちょっと心強いんですけども、まず まあ、予選11番手は多分望みうる一番高い位置だと思うんですね。まあ、前の方はまあ速いドライバーと速い車ばっかりだし、結構いい感じで囲まれてるので、多分スタートは相当難しいと思うんですけど、まあ様子見ながら、とにかく長いレースだって聞いてるし、オーバルね、その全くちょっとイメージがつかない。だから今日のプラクティスでそのパックになってね、混戦の中で走った感覚っていうのが体に残ってるんで、それをこうイメージしながら明日まずスタートを慎重に、だけど、まあ、しっかりとねしたペースで走れるようになって、であとはピットストップとか、まあ、フルコースコーションとかその他いろいろ全部その経験してチェッカーズフラッグを目指したいですね。なるほど、じゃあぜひ明日は頑張ってくださいというよりも一緒に頑張りましょう、はい、一緒に頑張りましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。なんかかなり期待されてるみたいですね明日は。そうですね、とにかくレースディスタンスしっかり走って、はい、イエロー中みんなでドアッと入ってくるピットもまだしっかりとはやってないような気もするので、そういう、まあ、本当覚えることっていっぱいあると思うんですけど、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。明日はズバリ、全体的にはどんなレースになると思いますか。そうですね、思ったよりもそのサイドバイサイドのレースがないのかなと、うん、まあ、去年のレースほどは淡々としないと思うんですけれども、はい、比較的難しいコンディションでのレースになると思います。まあ、抜きつ抜かれつの勝負だと思いますね。はい、わかりました。それでは明日、はい、安川選手も頑張ってください。はい、頑張ります。